今日午後に予定されていた H2A ロケット49号機の打ち上げは強風のため延期されました。種子島から中継です。磯崎さん。はい。種子島は日差しが強く青空も広がっていますが、打ち上げ時の上空の風が強いということで、今日午後の打ち上げを中止し、後日打ち上げると発表しました。気象条件非常に。えー 採用されてしまったということはちょっと残念な思いではありますけれども安全確実に行うための判断ということで、えー、ここはあのまた次の打ち上げ機会を狙うということを集中していいきたいと政府の情報収集衛星レーダー8号機を搭載した H2A ロケット49号機は昨日午後11時ごろ組立塔から発射場へと移されました。 中止を判断したのは燃料を充填する前で午前10時ごろには機体は組み立て棟の中へと戻されました来月には H3 ロケット4号機の打ち上げも控えていますが49号機の打ち上げを優先していきたいということですたた。だ、だ打ち上げは打ち上、げ日はまだ決ままま決っていません。以上種ヶ島宇宙センターから中継でお伝えしました